あ、そんな金はもうない。そんな金はもうないです。井野さんも一応、井野さんは12,300円。いや、ちょっと今は無理っす。無理？はい。払うギリがない。そう。いや、飲んでんのよ、君たち。いやいや、なんか、ここ。いやいやいや、なんか、付け払いみたいな感じで。いや、付け払いで飲んでたけど、その月に生産来なかったので、うん、もうこれは払いません。いや、それはないです。いや、その、もう義務がないです、そのいや、そんな時効ないっす、これ。支払い義務もないですし、支払い能力もありません。支払い、支払い能力ないのはあなたのせいですよ。はい、須藤くんは、須藤くん29,500円。29,500円。3万。おいおい、ちょっと待ってくれ、やってることおかしいよ、こいつ。君、だいぶ飲んだね。警察、警察24時じゃねえか。だいぶ飲んだ、ね。ただだと思ってたのか。それはやっちゃってるよ、お前、それは。これ、今何してるんですか。これ今、まあ、多分半年分ぐらいあんのかな。まあ、3、4ヶ月分のドリンク、僕たちあそこでグループのから買うときに、まあこんな感じで金額書いて、まあ買っていくみたいな。はいはいはい。で、後々買い、徴収するよっていうシステムだったんですね。うん。それがまあ3、4ヶ月ぐらいずっと徴収してなくて、付け払いの分だけ溜まってったんですよ。なるほど。それの徴収を今しに来ました。詐欺だよ。やり方おかしいよ。まあ須藤くんとまあ同額なのがまあ岩田くんのかな。あ、払う。29,100円。オッケー、払うわ。あ、早いね。みんなの分払って。なんで？リーダーだから払わないよ。リーダーだし金あるじゃん。払わない、払わない。あ、もう側近でいけるこれ。もうお釣りは3万で。おお、え、遅れてたからさ。おお、すごい。キモこいつ。すごいな。こいつカメラ回ってるから。まあ、じゃあちょっとこれは後で返せっていうパターンだろう。で、まあはい、西戸さん。ああ、超えてるよ。はい、西戸さん、43,000円。4万。今計算してたのよ。3、4ヶ月。レッドブル結構いったもんな。うわ、4万ってすごいな。後ろから聞こえてたのよ、2万とか。4万。ボリタリが2万でしょって。え、これ何、シャンパンとか入ってんの。ぼったくりバーじゃないか、ここちょっと。どうやったら4万。おい、ぼったくりじゃないか。4万ちょっとびっくりしました。僕一人だけズバ抜けて、まあ、やっぱでも須藤と2勝はこの表見たら分かるんだけど、こう突き抜けていくのよ、自分の欄から。いや、そうなのよね。そうで、須藤は100円が多いんだけど、西尾さんその200円が多い。そうなの、毎月これ1万ぐらい飲んでて、で給料来るやん。だから引かれてないのよね、最初からもらうとき。まあだから気づいてたけど、黙ってたのよ。いや、ここに来て来るか、月が。で、今とんでもないことになってるでしょ。まあ正直うすうす感じてはいたけど。これどうすればいいの俺らは。全員復活スタンダップでしょ。ここで一旦もうなしっていう話にして。確かに自己破産あり。なしはないでしょ。自己破産ありおかしいよ。だってなしはないよ。だってさ、こういうなんかさ、しがらみというかさ、固いことがないのが YouTuber ってもんじゃん。確かに、適当だもん。これやってたらもう社会人と同じだよ。同じだよ。夢がないよ。社会不適合者の集まりだもん、YouTuber。大人になれないからここにいるんだよ。とんでもないとこに調査来ちゃったよ。現実が。なんならそのチャンスを欲しいわ。チャンス一回。あ、チャンス欲しい。チャラチャンスみたいな。確かに。チャラチャンス。チャラチャンス。そういうような会社になってもいいんじゃないの。え、合計いくらなんだっけ、全員足すと今。だからもう今10万近いでしょ。なんかゲームとか、なんかその、まあ、例えばだけど、そのじゃんけんとかそういうの。ああ。なんでもいい、本当に。じゃんけんだとちょっとまあ運になるから。あ、まあじゃあ、まあ、クイズ。クイズ、まあ、クイズ56問で、まあ、じゃあ、え、何、3位まで。あ、順位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 、どう減っていく。まあ、そこはチームじゃない、チームじゃない。まあ、じゃあ、ちょっと聞きますよ、そちらの意見。まあ、いや、でも、いや、ワンチームはないです。ああ、一人か。チャラになるのは、まあ、一人だけかな。ああ、え、他3人ダメ。半額とかええやん。56問か。正解した人から半額されていくわ。あ、半額されていくの。え、マジで。一問でも正解すれば半額。そんな、そんなダメ。おお、取材なミシェル。もう一人だけ、もうじゃあ1位の一人だけ。で、2位、じゃあいいよ、2位は半額です。おお、おお、3位、3位は。
3万1円。3位は3000円。おお、まあまあ、ちょっと優しい額。ちょっとよくない？3箇所は3箇所。ってことは、じゃあ1位チャラ、2位半額、3位3000で、1人だけ何もなし？あ、岩田たちも払ったの？あ、そっか、岩田も払っちゃったからやんなくていいでしょ。まあ一応参加しようかな。なんでだよ、来んなよ。まあなんだよ、なんなんだよ。死ね死ね。いや、なんかこいつは妨害してるみたいだから。死ね死ね、死ねだ。死ねだ、こいつは妨害するために参加する。死ねだ、死ねだ。皆さん待ってたよ。準備はいいですか？はい、大丈夫です。お待ちしてた。かかってこい。はい、ドリンククーイエーイ。チャラ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 、イエーイ。はい、じゃあ計マジで計6問あります、はい、この中で、まあ、一番正解した人、正解数が多かった人がチャラです。おいしょ。2番目に多かった人が半額です。やった。で、3番目にチャラ、多かった人が、3000円です。やった。これも嬉しい。来い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 、何でもいいわ。じゃあ来たれ。準備はいいですか？おー、任せ。来たれ。じゃあこのチャラでかいの。第1問目いきます。はい、はい、まあ初代ドリンク会議から。初代初代初代からなんだよ。何だけ前の計何回。まずまず計何回。神セブンとかの、まあ、計7回やります、ね、初代覚えてるわ。神セブンとかの、はい、2020年7月に初代ドリンク会議が開かれましたが、このドリンクは何でしょう。うわっ。いやいやいや、あれ分かるかも、形でね。あ、そう、あ、黒いとこね。え、あえ、これ初代。これ初代ですね。え、これさ、なんかその味がある場合はどうするの？味まで。味も書かないといけない。え、商品名じゃなきゃダメ？なんかその、まあ、いや、商品名じゃないと、ある程度合ってれば。そうね。え、これ何個書いていい？4つ。まあ一応4つ書いて、まあ2つ合ってればいいみたいなことでしょ。はい、なるほどね。いや、もう大体わかるけど、シルエットがヒントだな。そうね。え、これとかみんなわかるでしょ？まあそれはね、わかる。一番左もわかるでしょ。え、体の悪さの名前もわかるね。はい、わかった。わかりました。俺も書き終わりました。4つ一応書きました。あと1つだけ、左の2番目だけ。正直わかんねえ。俺も正直わからん。あれわかんないの？いいの？ぐらいとかわかんない、マジでわかんない。俺とだってバトってたじゃん。あー、わかった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 。すごい、そんなヒントわかった、私わかった。正解いきます。はい、正解。あ、まあ1回ですか。せーの、ドン、ドン、ドン。トロピカーナ、ファンタオレンジ、純粋ブドットコーラで、ブドウがコーラ、純ブドウ、オレンジジュース、ファンタグレープ。いや、多分、いや、俺もこれのイメージだったの。小祝い。そう、小祝いのグレープバージョンね。あ、グレープ、そうそう、ブドウって書いてあった。あ、縦長、そっか。両方あったっけ。ブドウって書いてあった。ある。そこはコーラ、ファンタグレープ、小祝いグレープ、オレンジ 100%。西田さんがコーラ、ファンタグレープ、三ツ矢サイダー、オレンジジュース。で、イーノ君がコカ・コーラ、ファンタグレープ、ミニッツメイド、オレンジ、イロハス。はい、イロハスはない。イロハスはないから。この時期、色ついたものしかなかったが。あ、ファンタ。じゃあちょっと正解、グレープか見ますか。こちらとなります。はい、うわー、ブドウ。おっしゃー、ブドウ、ファンタグレープ、コーラ。うわー、はい、うわー、すごくない？コーラ、ファンタグレープ、純粋ブドウ、トロピカーナ、オレンジ、ね、純粋ブドウ、そうだ、純粋ブドウなんですけど、大丈夫ですかね、純ブドウだけどね。いや、俺だから純粋か純ブドウか迷ってたんですよ。あ、僕は完璧に当ててます。いや、でも、まあ、ちょっとトロピカーナが抜けてる。まだ俺もオレンジ、オレンジのこの 100% のやつは、ね、出てたんです。出てたんです。岩田くん、正解で。うわー、全問正解ね。ファック。しもっしゃー、俺やっぱ覚えてるわ。ほんとやっぱ食に関してはあかんな。うわ、俺マジ、いや、俺マジトロピカ、トロピカ、ファンタグレープって返してた。俺多分ね、今タイプ正解だった。オレンジか。第2問目いきます。はい、だったらマジ。第2回ドリンク会議で、首宣告をされたドリンク。うわー。え、第何回？2回。第2回。2回。この中から4本。多くなったよ。多すぎだろ。これ何か謎のやつあるんだ。見たことないのある。この後に並べ替えるんだよね。うわー。並べ替えるじゃあ、多分この後に。こっから首をどんどん出して。なるほどね。4個だけだよ。ちなみに4本。え、全部？ちなみにこれ写真全部出てるから、正式名称じゃなくても別にまあいいってこと。まあそうだね。え、これ第2回から。これ名前、これ第2回です。第2回か。え、こっから4本しか言ってないの。これこれおしゃれなコーヒーって書いてるんだろ。これおしゃれなコーヒーって書いてる。さらばの森田のコーヒーってるよね。あれが消えた気がする。いや、どっちだっけな。あそこ消えるっしょ。いや、これね、第3回パターンもあんだよな。すごいよ。スプライト、スプライトか。いやー、何ピエタっけな、マジで。2つは確定で分かるんだけどね。
その2つより残る。いや、こうかな。ちょっと俺。俺ってこれ、ちょっとね。青いコーヒーだけやったら。いやこれ分からん。行ってきました。はい。はい、いいですか。じゃあ、回答オープンしてください。はい。ドイタリ君がカフェオレコーラエメマン。オリモン、オリジナルオリジナル。あ、オリモン消えたっけ。いや、オリモン消えたよ、たぶん。え、マジで。ソウ君がまさかのね、まあ、コーヒー、スプライト、デカビタ、純粋ブドウ。で、岩田君がエメマン、小岩グレープ、スプライト、オシャレコーヒーで、まあ、オシャレコーヒー、デカビタ、スプライト、シシレマン。で、岩田君がオリジナルモンスター、オシャレコーヒー、小岩ブドウ、スプライト。オリジナルモンスターって何？緑？オリモン。緑か。はい、じゃあ4本全部、はい、俺が記憶にあるのはね、コーヒー2個消えて、あの黒い無糖が入った記憶あるんだけど。あー、メマ飲まないと確かにね、甘ったるに飲まないと。なんか炭酸部門、なんかジュース部門からなんか一つ一つ消えてた気がするんだけど。スプライトもそう、コーラ、シシレモンで競った気がするんだけど、ね、スプライトが負けたんだよ、多分。俺コーラいいのが残したかって。いや、でもシシレモン消えなかった。シシレモンしばらくいたんだよ。いたっけ炭酸の中で。俺もシシレモンしばらくいた気がする。皆さん、じゃあいいです。はい、ほんと欲しい、マジで。正解、いっていきます。はい、デカビタ。うわぁ、一緒だ。よし、スドンが。よし、デカビタ、コーラ。おぉ、コーラ。コーラか。コーラ、コーラ、スプライト。おぉ、すごい、すごい。結構口、レモン、レモン、スプライト、純粋ブドウ。純粋ブドウ。あ、じゃあ、ミッツドウだ。スドンと一緒。ミッツだ。スプライト、デカビタ、純粋ブドウ。ミッツで、あ、おしゃれコーヒー残ったんだ。え、おしゃれコーヒー残ったの。おしゃれコーヒー残ってた。なんでだ、スドン3つじゃん。どっちか、どっちかね。あ、スドンだな。俺も2つだもん。あ、スプライト、デカビタ、純粋ブドウ。うわ、すごい、すごい。やっぱ編集者だけあるわ。カフェオレ残ったの。マジで。コーヒー両方残ったんだ。すごい。エメマル残ってんの。残った。いや、この後か。デカビタ消えたっけ。こんなの飲んだ覚えないよ、このおしゃれコーヒー。飲んだ覚えないよ。この後が飲んでた。この後の問題出てきそうだよ。え、これはじゃあどうなる。スドが言って。スドが言って。行ってよし。やばい、もう問題数限られたけど、そろそろ。そろそろだから1点取んないともう1位は見えなくなる。はい、じゃあ第3問目いきます。第4回、より深いから。3は抜けた。いや、その抜いてくんのずるいわ。まあ、第4回で、ドリンクのジャンルから外れたものが入っていました。ドリンクのジャンルから外れたもの。はい、これは何でしょう。こいつなんだろう。え、こいつなんだろう。あれじゃないっけ。ジャンル、ジャンル、ドリンクってジャンルから外れた。あ、わかった。あれわかったから。これはまあ、ある程度イルミネーションで答えます。え、商品名があるってこと。いや、商品名じゃないよね。では大丈夫じゃあね。はい、わかった。ダンサー、何なのかを。ダンサーの回だよ。わかったぞ。え、ダンサーの回だ。ジャンルでしょ。ジャンルと炭酸とかコーヒーとかってことよ、多分。いや、もうドリンクってジャンルじゃない。あ、これ、え、どういうこと。ドリンクってジャンルじゃない。え、まあ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 、食べ物とか。まあ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 。あ、食べ物。俺が一時期出してたあのプロテインバー。プロテインバー。いや、プロテインバーも消えてると思う。だから、それも俺でもこれすごいな。なんかこのでかはみ出てない。これ俺これでかくしてんのもちょっとおかしい。おかしい。わざとやってんじゃない。このでかくしてんの。マジで覚えてねえ。こんなでかかった。だってペットボトルと同じになる。ええ、なんか売ってたのあれ覚えてんだよね。俺ちょっとちょっとジャンルとかじゃ分からなかったんで、もう商品名当てに行っちゃおうかなと。行きます。ジャンルっていうか、まあ普通になんか伝われば。うん。あ、じゃあ違うな。ちょっと待って。いや、まあでも多分これしか出てこない。もう出せ、いいか、出せか。まあ、じゃあ正解いきますか。はい、はい、はい。ロイタニ君、炭酸。なるほど。はい、じゃあ、ヤクルト。岩田、粉のプロテインです。西尾さんが激安エナジードリンク。で、飯野君がプロテインバーということで。俺もプロテインバーだと思ったけど、なんか西尾がね、なんかこの細長いね、あったね、粉みたいに入れるやつをね。あ、俺がね、俺が、ま、なんか間違えちゃった。セコがプロテインバー買うってなって、固形の買おうとしたら粉買っちゃったんだっていう。あ、そうです。これ俺さ、この後の問題で出てくるかもしれないからさ、うん、ちょっとさ、あれなんだけど、もう一個あったのよね。うん、それちょっと書いてもいい？いいよ。これかなと思ったのよ。優しいな、順位が。いいよ。ミニカン、あー。ああ、ちっちゃいミニ缶。50円って売ってた時間。ドリンクのジャンルじゃないって言ってるもん。ああ、なるほどね。もう液体を全員合わせて。液体ではないんですか。売ってた。正解の画像こちらです。あ、バーだ。バーティンバーだ。バーです。やっぱ書き直さなきゃだった。バーしか出てこないもん。言っちゃったもんな、さっきも。
ちゃったもんね。いや確かに言った時のね、ジュニアとアンジャの顔見せたんだけどね、はみたいな顔してたんだよ。いや、そこ来るかと思っちゃったんだよな。いや、ちょっと言ってる意味が本当分かんなかった。もっと分かりやすくしてよ。クイズ理解しないから。そうなんだよね。もう俺てっきりあの、イーナのクソまずきエナジードリンクを、これはもうドリンクではないみたいな感じ。ずるいよ、これ差別だよ。いや、むずいな。喋りすぎだったよな。第4問目です。うわ、もうやだ、すごいやったな。あと2問取れば。まあ、第5回ドリンク会議から。わ、5回貯金貯金なら最近4回が目標だ。1年前でしょ。5回ドリンク会議は日常がドリンクの選択権を、あ、俺の時代ね。俺が取ってた覚えあるわ。まあ、そこで新たに3つエナジードリンクを入荷することになりました。はいはいはい、このエナジードリンクの3つ正式名称で、正式名称あれでも、まあそのビックリマークがないとかそういうのは大丈夫。まあ名前がってことでしょ。あのカタカナもカタカナで大丈夫、英語じゃなくて大丈夫。まあ1個は絶対みんなも西尾ユーリやん。西尾ね、正式名称の時のリアクションで、ね、ちょっと待って、これむずすぎだろ。あのジェネリックエナジードリンクの名前がマジで出てこない。これがこれであれですよ。これがなんだ、そこまでマジで1個出てこねえ。1個出てこないんだよ。いや、2度分かってたエナジードリンクなんで、俺も1個しか出てこない。あれ、なんだっけ、出てこないわ。いや、これ混ざってるから。なんだっけな、これこれなんか変な名前だったんだよ。いや、これ系列じゃなかったっけな。いや、違うな、系列じゃない。イーノの昔買ってたやつの、あの、品物版なのよ。そうだね。いや、偽物のレッドブルっていうのはね、あったの覚えてる。名前覚えてない。名前が出てこないの。そのまま、いや、これしかなんで。なんか、やべえ名前だったんだよな。いや、ヒント欲しいマジだ、これ。やばい名前だけど、なんかこれはヒント欲しかってきちゃった。なんかねえから。もう出てこないな、これしょうがないな。なんか、なんか欲しい、なんか欲しい、マジでヒント、マジでなんか欲しい。ええばんね。いや、もう絶対分かってる。俺もそのあれ多分ね、引っ掛けの部分が分かってるのよ。ここで引っ掛ける気だろうって分かってんだけど、もう名前引っ掛けなんて思う。引っ掛けある。はいはい、はい、じゃあ回答オープンしてください。はい、ジョジャニカサバイバーボクブルマウンテン解放戦が問題。もう大ボケやじゃねえかよ。出なさすぎた。須田君がサバイバーボンバービッグマウンテン。いい名前だな、ボンバーか。で、岩田君がサバイバーエナジーボンバーミラクルエナジー。ミラクルエナジーか。ミラクルエナジーか。めっちゃ聞き覚えあるんだけど。正解です、正解です。違う、これエナジー V やろ。サバイバー、エナジーボンバー、なんとか V。 そう、ね、ミラクルエナジー V なんだよ。なるほど、これ引っ掛けの V 気づいたのよ。飯野くんがサバイバー、エナジーボンバー、エナジーボム。あーな、ボムもなんかあった気がする。あったんだよ、ボムが。ミラクルエナジーだ。ミラクルエナジー V か。よく出てきたね、ミラクルエナジー。ミラクルエナジーよく買ったな。やったわ。エナジーボンバーとミラクルエナジーが、ね、同じ生産者だったの覚えてる。じゃあ正解の方をちょっと出していきます。はい、正解はこちらですね。サバイバー、エナジーボンバーミラクルエナジー V。 ほらー、うわ、ミラクルエナジー V パンチだわ。パンチだわ。これは分からん。いや、から超絶引っ掛けてるよ。パンチしてくんだよ。パンチはあったの。パンチはややこしい名前してんじゃねえよ。これ俺と一緒。近い人はまあ、いやー、でもミラクルエナジー V パンチも入ってないし、西尾に関しては V しか出ない。 V だけだもんね。まだミラクルエナジーじゃないな、これは。おっしゃ、いや、 V 気づいたら点数高いのにな。いや、そう、 V とか高いの。V パンチか。V パンチだな。V パンは分からんわ。自分の買ったもんなのに。ミラクルエナジーまで入れてたら結構正解だった。確かに。ミラクルエナジー V まで来てたらな。 V まで行ってたらもう、ね、ミラクルエナジーが出なかったな。割と文句なしだ。マジ悔しい。やばくない。これはもう話じゃねえ。これ今何問目。これ今4問終わったんで、これもう俺1問でも正解されたもんね。そうだね。うわ、今0点の人やばいね。俺0、1問でも4点正解されたら俺と一緒終わりだ。やば。はい、じゃあ第5問目いきます。はい、まあこのままその画像からいきますが、はい、はい、第6回ドリンク会議はオールエナジードリンクとなりました。やばい時期か。でサバイバー、その、はいはい、サバイバー、エナジーモバイル、ミラクルエナジー V パンチ、モンスターレッドブル、はい、でその中から生き残ったドリンク2本。あー、はい、はい、いやー、1個は分かる、もう1個は分からない。いやー、これでもあんま差はつかないかもな。いやー、2本は分かる。
はい、終わりました。遅くと遅くと遅くとじゃん。もう終わった。もうどっちだろう。もう終わった。もう終わった。スピード関係ねえから。この速さ評価して。残った2本だもんね。いや残った2本で。クリになった3本で。でも多分みんな合格、こう合格というか同じだった場合ね、速さでね、これ。終わります。いや、それ決まるの。うるさい。俺がうるさい。一緒に同じ答えだった時点で終わりでしょ、にしろ。え、そうだね。うん。でも俺もまあちょっとこんなんだった気がする。俺は分からん。二択が迷った。いや、今思ったら なんでこの二択なんてなると思う。これを残すならこっちを選ばないか。どっちかが同じやつだったよ ね。今一応はめっちゃヒントだな、今。あ、ジョー、分かったな。そういうことだよ。また余計なことしたまたやっちゃったな、俺。ちょっとやめ、書き直すの禁止。やめて。いくよ。じゃあ、解答オープンしてください。そうだよ。藤谷くんがサバイバレッドブル。で、須藤くんがサバイバレッドブル。岩田くんがサバイバレッドブル。西田くんがサバイバレッドブル。余計なことしたな。飯田くんがモンスターサバイバル。いや、俺もこれだった。俺もこれだった。余計なことしたから。味が一緒だから。味が一緒だったから。ヒントくれたから、書き直しました。いいですか、はい、それで本当に、はい、はい、いいです。正解いきますね、はい、サバイバー、はい、エナジーボンバー。なんで西尾マジでこいつ先に出しただけじゃねえか。でも分かってないじゃん、どっちにしろ。いや、なんか腹立ってきた、そのスピード評価してるくだり。見て見て、今ほら意外な日本顔でつった、ほら。いやいやいや、お前まだ当たってねえんだよ。エナジーボンバー、なんで知るほど枯れなかったんだろうな。もう安くてうまいで。やばすぎでしょ。ミラクルエナジー V パンチ、ミラクルエナジー V パンチはマジでまずかったんだ。最終問題なんですけど、はい、これはちょっとドリンクとあんま、まあ、ドリンクに関係あるんですけど、はいはいはい、いいね。まあ、皆さんこんだけエナジードリンク飲んでるなら、はい、そのカフェイン量とか、どれに どんぐらいカフェイン量入ってるか。難しいな。カフェインわかりますよね。いや、わけねえだろ。いや、わかります。ということで、これは逆転できないもんね、正直。こちらです。あ、カフェイン、お、なるほど。ドリンクたちを 100ml あたりに並べ替え、含まれるカフェイン量の多い順に並び替えて。あ、多い順にね。100ml か。ドビタン D がわからん。うわ、D ちょっとなんかこいつややこしい。ややこしくて、してくてんな、D が。D がそのさ、ややこしいな。こいつがさ、意外にありますパターンなのがさ。そうだね。案の定一番ないパターンだね。そうだね。選択肢も D なのムカつくしな。D、タオルのイメージでカフェインのイメージねえんだよな。なるほど、ありがとう。いや、でもあんま当てにしない方がいい。当てにしない方がいい。意外な2本が出すとかもね。うるさい、うるさい。じゃあ、回答オープンしてください。はい。ルネさん、A、C、D、D。それに B、D、A、C。それから君、D、C、D、A。それに君が D、C、D、A。今君、B、A、D、C。はい、じゃあ全然畳正解の方発表します。はい、D、 いじゃん、 D、 いじゃん、おっしゃ、 D、 D、 A、 C、 あ、俺と一緒かにしよう。俺も一緒だ。ちょっと待って、何個当たってるかって。そうだ、これじゃあ俺、あれだけ言わして、リポビタンデーの無水化繊維だけ言わして。はい、50ml。 あ、正解です。よいしょ。ちなみに今ちょっと何これ書いてあるって。俺とでも俺と西田の1個しか合ってない。2本目は D。 1個目 D ですね。2個目 B。 ちょっと待って、下は3個目が A です。 A、 上が下が C。 あ、ちょっと須藤が AC があって、須藤が一番正解のが合ってる。一番下の AC だけ合ってるわ。そうですね、最初だけ間違いない。でもリポビタン D の 50ml 当てた俺は。え、じゃあこれ須藤ガンガン2点数。おぉマジで、え、並んだ並んだ。うわ、あ、じゃあ並んだ並んだ。あ、じゃあ最後どっちもチャラ並んだ。同率で井上さん1位それで。うるさいな、1位。え、どうしたら何本。俺ゼロ。おぉ、ふぃ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 、せっかくウィーン、つらいウィーン。俺か須藤かってことだよね。そうだね。まあ、そう、諦めたってやつとかさ、その払えるんだろ、そういうの。まあ、じゃあ、俺クイズ持ってやりたいし。こいつぁ、追加クイズなんか一個ないの。追加クイズなんか出してよ。別に、誰でもいいよ。はい、問題です。結構
でかいな。はい、問題です。大丈夫、その問題にしちゃう。一回言ってみる、一回聞いてみる。はい、今現在の、登録しているドリンクの数と種類を答えなさい。登録って何？あの、入ってるってことだよね。そう。あ、冷蔵庫に？ポンポンじゃね。いや、今注文してる。おう、注文してる。注文とか、注文今してるものがあるじゃないですか、うん、はい、それの数と数だから、その例えば種類の数、そう、数とその種類を答えなさい、うん、なるほど。え、これじゃないの、まあ、一応、はい、一応いきますか、はい、せーの、ゾン。お、チルアウト、レッドブル、2リットル水、コーラ。コーラ、コーラあったっけ。いや、なんか前決まったって言ってた。決まったっけ。の前のドリンク会議でコーラ。出題者微妙じゃねえかよ。答えることで。で、岩田5種類で、ユンケル、チルアウト、レッドブル、水、シーセンのビタミンなどのなんか炭酸。あ、お前よく覚えてんね、ユンケルも。うん、俺ユンケル覚えてたから引っ掛けにしたかったのよ。あ、今来てないけど、リストには入ってますよねって。あー、シーセンもあったよね。シーセンもあったな。シーセンもあった。じゃあ俺だな。なっちゃったな、これ。おめでとう。これでいいの。おめでとう。でかっ。いや、負けた。これはクソじゃねえか。なんだ、まあでも俺半分だからね。ね、岩田くんが2万9100円チャラですね。2万9100円チャラ。俺と近かったんだね。俺2万9500円だったから。須藤くんが1万4200円ぐらいチャラです、ね。なるほど。おー、ありがとうございます。ありがたいわ。岩田が3000チャラなんで9300円。おー、1万切った。で、お二人は？で、俺いくらで？ドリタニ君が、21,500円、うん、で、西尾君が43,000円。なんかちょっと待って、てかさ、俺の倍あるじゃん。こういうのってさ、なんかあの俺とかドリタニとか、なんかまあ岩田もそうなんだけど、やっぱ高いやつがちょっと這い上がる感じがさ、欲しいやん。いや、這い上がれなかったせいで。這い上がれない時もあるから。這い上がれない時もあるから。なんかね、思ったのと違うな。そうですね、じゃあこれで第1回ありがとう。ありがとう。第1回ドリンク特製で。確かに。何何続く。第2回ありそうだな。次回払わずに貯めとけばいい。そんな分かってたもんな。飲み放題しまから。これでこれでなかったら一番儲かるしな。あっちー。